わー止まんないんですか。で舞台はですね、はい、大きく分けて3カ所あるんです、うん、アメリカのホワイトハウス、はい、大統領が出てきます、そして、日本も東京の大学生、はい、そしてアフリカのコンゴのある村、はい、この3カ所全くつながりもない考えられないような、物語は大統領ホワイトハウスから始まるわけですけれども、はい、あることが起きているわけですね。アフリカのある村で起きていると。アフリカで、はい、ジェノサイドというタイトルですけれども、ジェノサイドというのは大量殺人、もしくは集団殺人というものですけれども、怖いことがあるんですね、まあ、人類にとって大変なことが起きている、それを駆除するしなければいけない。でそのことは果たして何なのか、そして本当に駆除すべきものなのか何なのか、最初読み始めていくと、ホワイトハウスで大変な事態が起きて、それに対処するために大統領ほかいろいろな部署のトップが慌てている様子が出てきます、そして舞台は一転して日本になります。最初読んでいくと、だんだん僕も何の先入観もなかったので、この日本の学生が何の関係するんだろうと最初全くわからないんですね、はい、その全く別の点が結ばれていくわけですよ、はい、この結ばれていく過程がまあ興奮するというか、ああ、でもそれでも途中まで何が起きているかわからない。そして堤さんがうまく紹介していただいたので、僕もアフリカで何が起きているのかを全く知らないで読み進んでいくわけですよ、そしていろんなことが徐々に明らかになっていく、ことなんですけれどもね、はい、まあ、これ以上はもう言わない方がいいかな。読む方のことを考えたら言えないんですか、ね、一つただ、あれなのは、はい、これはこの本にどうかな、紹介する上で言うべきかどうかこれも迷うところですけど、はいはい、知性と野性の興奮を引き立てられる、あ、ね、あの知性の部分もものすごいんですけど、バイオレンスの部分もすごいです。バイオレンスの描写もかなり、激しい部分があって、ただこれはこの物語を進めていく上でこのバイオレンスも必要なものなんですね。要するに人間の人類の中に誰しもが持っているバイオレンスのものがこの物語に非常に大きな意味を持っている。人間は進化してまいりました。果たして我々はチンパンジーから枝分かれしてきた、はい、北京原人、ネアンデルタール人、いろいろと進化してきました、はい、果たして我々人類は最終形なのかどうかということです。今日ご紹介した本は、ジェノサイド、角川書店から出ています。1800円です。日通の軽トラの引っ越し、ミニトラパックに2つのプランができました。スタッフ1名のワンマンパックは平日7350円から、2名のツーマンパックは平日11550円から。日通ミニトラパック、詳しくは0120-154-022 まで。ここまでは引っ越しの日本通運がお送りしました。気になる方、天然ガスのエコ上手に変える人増えてます。冬の光熱費気になりますよね。そんな方におすすめなのが省エネ型ガス給湯暖房機エコジョーズ。ただいま金利 1% キャンペーン実施中。詳しくはお近くのフタガスフレアストまで。オープンだよ、全員集合。現地ダビデが11月3日イオンダビデを迎えにオープン。家電と言葉が広い売り場に豊富な品揃えで、とにかく安い。現地ダビデオープンセール開催中。HBC ラジオ、カルビラジオ午後一番、今日もありがとうございました。ありがとうございました。それではまずは昨日からの洋菓子当選者の発表です。滝川市のラジオネーム、オーシャンさんです。おめでとうございます。はい、今日もたくさんメッセージリクエストありがとうございました。ありがとうございました。今日のテーマは私頭いいと思った瞬間、はい、させていただきましたけれども、意外と皆さん結構頭
ないと思った瞬間があるなって。ありますね、意外じゃないんですよ、結構ね、まあ、そうですよ、ね、嫌なんですよ、痛みが、そうそうそう、些細なことでも頭いいなと思って、些細なことでも僕なんかもう日々ね、はい、もう人から見たら何それって言われるようなことでも、もうこれ頭いいなと思ってしまってるんですか。それはそれで、まあ、山根には叶いませんけどね。なんで私も山根はクイズで失敗しても何しても自分は、はい、もうできたと思ってる人ですけどね。素晴らしいですけれどもね。いや本当にね、でもね、はい、毎日こうやってカーナビラジオをお送りして本当に良かったなと思うのは、山根ちゃんの話を聞いてると自分は頭いいと感じますっていうのをいただいたのが、皆さんに夢と希望を尽くしても、不思議なメッセージですけど、まあ意味が分かんないよね、はい、まあ褒められてるから褒められたね。ありがとうございます。じゃあまた明日のお昼にお会いしましょう。さよなら。トカチの皆様、三遊亭楽です。11月にあの風間盛雄さんと落語人人会の対決です。11月10日帯広市民文化ホールで開催。チケットは市内プレイガイドで発売中。お問い合わせは 25-4630 オフィスブレーンまで。ぜひ落語を聞きに来てください。 HDC サービスの優勝した小林です。石川です。山ちゃん、美香ちゃんの元気なトーク大好きです。これからも頑張ってくださいね。はい、頑張ります。 HDC ラジオ山ちゃん美香の朝時は月曜から金曜の朝9時から放送しています。聞いてね。バランスの良い食事と適度な運動、健康は日々の良い生活習慣が作ります。帯広市西に期待し、柴田整形外科クリニックが午後4時をお知らせします。
守る機械の思いやり、新琴に北の森五病、都心にほど近い追悼の丘、新琴に北の森五病は、屋内ならではの清潔な環境で、健康も気にせず、いつでもお参りができます。問い合わせはフリーダイヤル 0120-56-4394 まで。道路とお天気の情報、北の森五病の提供でお送りしました。